ですから 夢を追いかけて、なので、まあ、こういうね、東京で頑張っていくぞみたいな曲を書いたわけなんですけど、そうやってね、なんかいろいろあるじゃないですか、人生。私たちもそのいろいろを乗り越えて、新しいベベサーレになって今日来たわけなんですけれども、まあそんなのもね、なんかこう歌にも書いて、こうやって歌って聴いていただける人がいて、なんかいろいろ意味を持っていくなってすごく思っていて、なので、そんな曲たちをぜひ皆さんにもっと身近に聴いてほしいということで、私たちアルバムを作りました。2月11日、明日、明後日のライブに間に合うのか、いまだにわからない。業者のっていうか、業者さんの頑張りによるって感じなので、2月11日のライブ、もしくは16日に、ちょっと別で、まあ、ライブがあるので、それに間に合うかなっていう感じではございます。なので、ぜひ私たちペペサレと申します。そちらの方とかもチェックしていただけたらと思います。では、そんな風に東京出てきてるって言いましたが、そんな東京っていうタイトルの曲をさっきもちょっとお届けしたんですけど、一緒に歌ってくれてる方がいたので、ぜひまた一緒に歌っていただきたいと思います。東京って言いましたが、かっこよく、何語だっけな、フランス語かな、どっかの言葉で東京っていう時を、皆さん知ってます？その曲を私たちバージョンでカバーしたいと思います。よかったら一緒に歌ってください。それでは聴いてください、トキオ。